トレーニングアプリ、フィットコーチを使ってトレーニングしてるんですけど、その2ヶ月目の動画になります。1ヶ月やってみて、なんだろう、もう毎日が筋肉痛筋肉痛でいてててててってなるぐらいの本当に筋肉痛で、まあもう最初全然動けなくって、どうしようと思ってたけど、まあやるにつれてやっぱだんだんと動けるようになってきたは来たんですけど、あんまり痩せた感じはないかな。まあ一応体重測ってみましょう。これまたちょっと服着てますからね。なんか朝だらけじゃん私。ってことで服着て51.8でしょ。前はまあ52だったからね。だからまあ51ちょいぐらいか今。まだまだだね。ってことで2ヶ月目もやっていきたいと思います。これはやばいじゃん。
ということで、今やったのはヨガです。ヨガヨガってこんなしんどかったっけで一応、有酸素運動ストレッチ7分、ストレングス、ヨガ、ピラティス、あとなんか顔マッサージみたいな項目を1週間内でこういろいろじゅんぐりじゅんぐりやってる感じです、今ね。で1ヶ月目よりまあちょっとだけレベル高くしてやったりとか、あと一応なんか食事プランもあるんですよ。こういうねなんかスムージーだったりで、なんか、まあ、作れる日と、まあ、作れない日があって、あんまり対して食事の制限っていうのかな、食事で痩せようって感じは全くしてないんですけど、まあ、唯一してるのが12時間断食だから、夜9時食べたら朝9時まで食べないっていうやつをやってるんですけど、まあそれでも多分そんなにね体重は減らん。なので3ヶ月目に突入したら、まあちょっと炭水化物を減らしてみたりとか、まあ、食事もちょっと気をつけてみようかなと思ってます。なので2ヶ月目はこんな感じでした。では、続きだったりこの1ヶ月目も見たいなっていう方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。ではでは。